人でお絵かき対決をしていきたいと思います。嫌な思い出がありますね。そうですね。さくらチャンネルの方であのお絵かき対決してる時にドッキリされたんであんまり絵が見えなかったんですよ、うん、ちゃんとした対決になってなかったので今回はちゃんとした対決しましょう。おさきちゃんがお題を出してくれるということでよろしくです。はい、はい、最初は簡単なのできますね。お絵かきマジ苦手やからね。扇風機。制限時間は1分で絵を描いてください。はい、はい、よーいスタート。10秒前。よそな。5、4、3、2、1。あ、でもいい写真じゃない。羽はみなみちゃんの方が上手い。私上手くない羽でも私も判定お願いします。せーの。せーの。1.0 です。今お題はトラック。あ、これいけた。トラック、うん、車のトラック。よーいスタート。10秒前。5、4、3、2、1。待って、うまっ。うまうち。うん、どういうこと。なんで一緒なん。え、雲とか描いちゃってる。でもトラックだからお題は、ね、ナンバープレート。はい、聞いてください。窓のあの反射のねアピールタイム。あ、ドアない。ないやん。審査いいですか。はい、せーの。え、まだ。いいよ。せーの。いやー、すごいよ。まだ大丈夫、3回あるから。いや、でもサーチうまくね。スマホ。これも毎日見てる。いきます、よーいスタート。サーちゃん終わり。えー、うまいって。充電60%。 LINE とインスタしか分かんない。じゃあ目閉じます。いいですか。せーの。せーの。イエーイ。みんなそう。まあこれはね、圧倒的に、あ、なんていうの、どっちか片方が下手くそなんじゃない。で、決まりました。マンション。マンション。え、あのビルってこと。うん、東京の街。スタート。これ電柱ですよ。よく考えたらこんなビルよりも高く。もう分かってるよ。せーの。せーの。え、似て似て今。あ、そうじゃん。来たそう。待って、ちょっと難しい。うん。いいと思う。いいよ。私ちょっと大丈夫。私ちょっと大丈夫。トイレ。オッケー。和式？どっちでもいい。もうなんか全部お任せ。オッケー。よーいスタート。10秒前。これ遊び感覚でやるのよろしいですか。5、4、3、2、1。終わりー。はい。あ、人絶対絶対解くと思った。だからちょっと真似した。待って、ポイントあります。はい、この音を聞いてください。長い。安定の。上手くないですか。このマヨサメルプチのボードに書いた時一番上手かった。目つぶった方が上手いです。目つぶって。うまっ。うまい。感覚で分かって。もんだしポイント。綺麗に使おう。店長。じゃあ、せーの。せーの。イエーイ。うんこで終わったね。はいはいはい。
3対2か。3対 2、 3対2、うん、いつもだよね、まあ、同じぐらいじゃない。まあ、今度は4人でしてみたいです。そうだ、おさきちゃん、私、絵の才能だけはあるんだということで、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。